皆さんどうもよろしく、ドラゴン TK です。ではね、今日もエンちゃんとアメやっていきましょう。では行こう。あのさ、うん、おお、やっと起き上がったか。やっと起き上がったか。一つ聞きたいんだけどさ、ここどこ？牢屋だ。牢屋だ。牢屋？牢屋って牢獄とか官房とか豚箱とかのことだよな。そうだな。そうやな。牢獄とか官房とか豚箱とかのことだ。のことだ。ちょっと。なんで？なんで俺がそんなとこに入っちゃってんだよ。ああ、俺たちの仲間を4人も病院送りにしておいて、よくも抜け抜けと抜かしやがるな。病院送り？俺がいつそんなことを。とぼけるんじゃねえ。横浜シティの生き残りだからって同情してやれ。つけ上がりやがって。横浜シティの生き残り。我が名はクイーン・オブ・アイス。クイーン・オブ・アイスね。神に最も近い存在。前回やりましたからね。デビル・ゴーレムと呼ばれた存在。デビル・ゴーレムですか。おい、横浜シティがどうしちゃってんだよ。ここは、ここは一体どこなんだよ。だからさっき言ったやん、お前本当に何も覚えてないのか。ここはロンドンシティだ。お前は横浜シティの廃墟で発見されて運ばれてきたんだよ。廃墟？ロンドンシティだって。横浜シティは、横浜シティは一体どうなったんだよ。俺みてえな下っ端がそんな詳しいこと知るわけないだろうが。ないだろうが。ともかく、ほんまに、お前はこっちに着いた途端、兵士相手に大暴れしてこの牢屋にぶち込まれたってわけだ。え？何も思い出せない。学園はどうなったんだ。誠は、東野は。そうだ、あいつらを探さなきゃ。頼む、ここから出してくれよ。横浜シティがどうなったのか、みんなはどうしたのか確かめなきゃ。ふっ、牢から出せだ。無理やね。早いとこ出たければ、せいぜいおとなしくしてることだな。せいぜいおとなしくしてることか。え、これで終わり？2回目、どう調べる？暗がりが広がっている。今が昼なのか夜なのかさえわからないと。ほう。で、それで終わり？え？何するん？おい。なあ。おい。聞いてくれよ。なんだ。なんかもう、めんどくさそうな。頼むからさ。それからもう。ここから、ここから出してくれよ。やれやれ、話のわからんやつだな。そんなことできるわけがないだろう。おい。あ、これずっと話しかけていくパターンか。おいってば、聞こえてんだろ。そういうパターンか。うるさいぞ。うるさいぞ。俺はな、本当はお前みたいな化け物の牢の見張りをしているだけでも嫌なんだ。頼むから話しかけないでくれ。話しかけないでくれ。化け物。ふん、お前が暴れる様子を見れば誰だってそう思うさ。とにかくおとなしくベッドで寝てろ。ああ、これで終わり。このままうろうろしていても仕方ないか。とりあえず休んでいよう。ちくしょう、腹減ったな。うん、減ったんやろな。コウタどうしたんやろな、あの犬。めっちゃそれが気になるんやけど、俺は。まあ、しゃあないか。まあ、生きてるわけねえわな。あんな氷漬けにされてさ。ちょっと、話しなさいよ。勇気、どこだねえの。うわぁ、おとなしくしてるんだな、ジョーちゃん。あんたたちね、女の子をこんなに乱暴に扱ってただじゃ済まないわよ。ね、なんで？なんて女だよ。なんて女だよ。助けろ。なんかどっかで聞いたことあるんやけど、もしかして勇気か。いつまでお尻の下にいるつもりよ。あのな、うわ、何よ、やろうっての。うわ、喧嘩腰やば。いいよ。いや、じゃあ、アツバ君、最悪やな。あなたにはね、聞きたいことがあるの。
お、あれ、また違う人物だった。俺に聞きたいこと？俺に聞きたいことって名前とか。そんなの全然聞きたくない。全然聞きたくないかい。そう。あ、そう。俺に聞きたいことって横浜シティについてとか。そうよ。あ、そうなんや。分かってるじゃない。話に聞いてたほどバカじゃないってことね。え、話に聞いてた？誰から聞いた？とにかく横浜シティについて詳しいことを教えてくれる。あなたあそこにいたんでしょ。マジで勇気の姉とかな。ああ、まさかな、まさかな。けどよくわからないんだ。はあ、わからないですって。ああ、今横浜がどうなってるのかなんてこっちが聞きたいぜ。なあ、あんた外から来たんだろ。なんか知ってるなら教えてくれよ。俺確かめなきゃいけないんだ。町がどうなったのか、学園がどうなったのか、それにあいつらがどうなったのか。知らないわ。知らないかい。詳しいことは私は知らない。詳しいことは横浜シティでゴーレムが暴走して町が壊滅した。あ、壊滅した。知っているのはそれだけよ。壊滅。あそうなんだ。あなた何も覚えてないの？地下から逃げ出したところまではなんとか。けどそこから先のことはよく覚えてない。本当に？本当だ。なんであんなこと聞くんだよ。それはだってあなた。ところでさ。何よ。ん？あんた前にどっかで会ったことないか？どうも見覚えがあるような気がするんだよな、あんたのこと。うん、勇気の兄っぽいもんな。そんな気するもんね。カリン。ん？え？名前あんたじゃなくてカリン。え？え？って。ああ、名前ね。俺の名前はアツマ。ご丁寧にどうも。どうもか。でもあなたの名前は別に聞いてない。なあ。ああ、そう。そう。それからちょっと離れててくれる？あなたのそばにいると気分が悪くなりそう。え、ひょっとして俺匂う？そういう意味じゃないわ。確かにちょっと匂う。ちょっと匂うんかい。ちょっと匂うんかい。まあそうやな。そう。風呂入ってなさそうやもんな、牢屋に入れられてるから。にしても嫌なとこやね、牢屋ってね。うわー、やや無言の圧力。ね、なんだよ。ちょっとここ臭いわね。まあ牢屋の中だからな。そうやな。早く出たいわ。うん、そう。なんとかしなさい。はあ？はあ？ここから出られるようになんとかしなさいって言ってるの。なんでカリンの命令聞かなあかんねん。俺が？え、俺が？どうやって？バカね。自分で考えなさいよ。略、わがままだな、あんた。いいからなんとかしなさい、アキト。いや、アツマなんだけど。アツマなんだけど。そんなことどうでもいいでしょう。早く考えなさい。可能な限り早く。ああ、アキトっていう名前がこいつの彼しかなんか大事な人なんやろね。だからそういう言葉が出てきた感じ。どうすっかな。やっぱりこういう時は仮病だよな。よし、とりあえず万平を呼ぶか。こっち？ああ痛い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 。こっちはほや。痛くて死ぬ。もう死ぬ、それ死ぬ、今死ぬ、死んでしまう。無理やろ。やかましいぞ。一体どうした？嘘をつけ。その人が急にお腹が痛いって苦しみ出して。あー、痛たたたたた、顔痛い痛い、お腹がむちゃくちゃ痛いよ。わかった。今は病院まで運ぶから少し我慢してろ。いいな。でもお腹がむちゃくちゃ
扉を開けた瞬間に飛びかかって蹴っ飛ばしてとどめを刺した。蹴っ飛ばしてとどめを刺す。いや怖い。彼なんだ今の音は。ああ、そのなんというかお腹がちょっと、あ、いや かなりダメだこれ。あなたね、お腹がむちゃくちゃ痛いっていうのに腹の虫を鳴らしてどうすんのよ。しょうがないだろ、昨日から何も食べてないんだから。言い訳しないで、せっかくの作戦が台無し。あ、自分で言うか。やっちゃー、終わった。ん、作戦だ。作戦だ。貴様たち一体何を企んでる。いいえ、何も。いいか、何をしたいんだか知らんが、二度とつまらないことで呼ぶんじゃないぞ。うわー、終わった。終わった。全く、あなたのおかげで脱獄し損ねたじゃないの。いや、俺のせいか。バレたのあんたのせいだろ。うるさいわね。私が口を滑らせなくてもあなたの演技じゃどうせバレてたわよ。何よあれ、お腹がむちゃくちゃ痛いよですって。うわ、かり怖い。あんなのじゃ3歳児でも騙されないわよ。ひってひってえ、ほんま。お腹のせいにするのか。だいたいね、あなたがその右腕を使えばこんな牢屋なんとかできるでしょ。なのにどうして。どうして俺の右腕のこと知ってんだよ。うん、なんか結構怖いこいつ。どうなんだよ、この腕のことなんか知ってんのかよあんた。あなた本当に何も覚えてないの。ああ、だから地下から逃げてきた後のことは覚えてないって。違う、あなたはあの時。俺が、なんだよ。なんでもない。なんでもないだと。なんでもないで済むかよ。言えよ、何を知ってんだお前。うん、めっちゃ気になる。ちっ、だんまりかよ。うわ、何これ。女の子とイチャイチャできるんかなってやな。おいこれ、おい俺やな。え、どうすんの。この鉄格子なんとかして開かないかな。くそ、やっぱ無理か。無理なんか、この鉄格子。くそ、じゃあこいつか。なんだよ、なんか。じゃあ、この窓からなんとかして出られないかな。さすがに無理か。無理か。ねえ、少し静かにしててくれる。はいはい、わかりましたよ。わかりましたよ。まったくもう、わがままなやつは俺嫌いやで。寝たね、寝れんの。よこんなとこで寝れるな。俺無理やわ。さすがにこんなとこで寝れられへんわ、はっきり言って。何者だ。何、なんだ。え、何。ご無事でした。え、何。お迎えに上がりました。ライガ、ありがとう。ライガ、急ぎませんと。ほら、あなたも一緒に来るのよ。はい。何？何？何？お迎えに上がり。うわ、なんか目怖い、目怖い、目怖い、目怖い。どうも。なんか目怖い、なんか目怖いよ。ライガーっていうやつか。なるほど。怖っ。相変わらず無茶をなさる。で、あんたは誰ですか。ライガよ、私の、なんというか、お目付け役。お目付け役。じゃあ、ライガさん、助けてくれてどうも。無口だね。さてと、悠長に話してる場合じゃないわ。行かなきゃ。御意。御意。うわ。ほら、
あなたも何ぼさっとしてんの。え、俺も一緒なの。バカね、一緒よ、当たり前でしょ。当たり前なんだよ。知りたくないの、あなたの右腕のこと。それは。じゃあ一緒に来なさい。一緒にってどこへだよ。とりあえずはこの地下牢を出てロンドン市街を目指すのよ。釈然としないけど、まあ仕方ないな。分かったぜ。なるほど。まあ今回はキリンでここら辺で終わりにしましょうと思ったけど、ちょいとこれだけ回収してから終わりにしましょう。まさかあると思わなんだ。5000やとーやな、ほんまに。ん？何？ああ、こっちに戻れんのか。じゃあ今回はちょっと一旦まあやっていかなあかんけども、ここで終わって次回からね、この上に登ってロンドン市街目指していきましょう。ではご視聴ありがとうございました。一応ね、僕は YouTube 上でゲームタイトル50に縛られてもらうね、一緒にやっております。プレステ4、プレステ3とスマホのゲーム今度でやってるんでね、今は A でね、このエンジャンタもやってますんで、もしよければというかもう見てくださいね。で、あとチャンネル登録と Twitter アカウントのフォローね、もしよければしてください。一応概要欄のところからね、 Twitter の URL 貼っておきますんで、そこから飛んでフォローお願いいたします。ではさらば。